ブレーキ、ブレーキとエンジンブレーキでも車間距離も結構空けながら、で発進時はドライブモードだけど、このなんだこれ調べとくよ、この押すとある程度緩やかに出れるようになるから、あるのとないのでやってみりゃ分かるけど、これで押さないでやるとまだ大丈夫だ、慣れるまではやった方がいいかもしれない。もうほんで車間距離はもう絶対1台2台分上げとかないと、前の車通常の重量だからスッと止まるけど、こっちは止まれないから絶対に。でもう走ってる最中は右のミラー、左のミラー、あとこれバックカメラ、ある程度定期的にこう三角を選ぶように見ていかないと、自分の車両の位置とある車の位置を、もう黄色になったからこれでもうエンジンブレーキでかなり速度を落として、そうすればもうこれブレーキしなくてもある程度のところまでは速度が落ってくるから、でもこの辺で あとこの木ね、木が出っ張ってたらある程度距離を置かないと、この道まだ今広いからいいけど、もっと狭いところが結構あるから、最悪そういう時はもう右車線で流れを崩さないように入り込んじゃう。なんかあそこ車両がもう警察車両があるのかあれだから入れさせてもらっちゃう。もしかするともう雨であれかもしれない、峠通行止めにされてるから、でこのぐらいのあれだったらもう行っちゃう。今度はきっと下手すると止まるから、もうエンジンブレーキをドライブオーザー、よいしょ。だから信号が 2,3 個あったとしても、もう先の先を見ながらやっていかないと。
できっともう少しすると直進車線と左車線のあのだからもう右にずっと行っちゃう。あと高さね、これは 2.87 ぐらいだから、もう常に2m80 前後のギリギリのところはもう入らないっていうようにしないと。後ろが詰まってきてるかな。何台かもう5、6台先に行かしちゃうから、もう坂はこの車本当に弱いから、今これでほとんどいなくなった。今日はだから雨で、今は次は上り坂だからあれだけど、このネオバンクスはガソリン車の後輪駆動だ。前2本後ろ2本だから、ダブルタイヤか四駆になればなるほど走行性能は良くなるけど、値段もそれと同じように上がっていくから、このレオバンクスだって本当にいい車だな。高回転に乗っていけばある程度は補えるから、今50キロ制限のところで全然余裕に平地の辺はだから。上り坂になればなるほどある程度高回転に行ってって、雨の日は本当にスリップの注意だから変な風にアクセルワークを変な風にすれば大変なことになる。今後続車はいないからあれだけど、でこの輪立ちもね、乗り上げてグワングワングワンって振られる時があるから、本当にだからスピードをある程度コントロールしないと、徐々に徐々に上り坂になってきたから回転数上げてくる。でこの回転数が落ちれば速度40キロから30キロになっちゃってきたから、ただあんまり上げすぎてカーブ付近に突入するとすごい危険になるから、それをうまくコントロールしながら、今結構ベタ踏みで行ってるから登るために、ここら辺はコントロールしないと反対車線に出ればなくて正面衝突だし、左カーブは右への膨らみを要注意 で次この右カーブは左への膨
裏に置き注意しながら行かないといけないけど、今回転数また上げて登って、一番だけどこの右、あ左か、この反対車線に出るのが一番の、人にも迷惑かかるし重大事故になるから、逆を言えば右カーブを曲がった時に本当に何かあった時には左にぶつかればなんとかなるから、そうすれば単独事故か左にぶつけながら止めるってことは可能だけど、逆の向こうへ右車線に出るとすればもう相手の対向車線の車両にぶつかってくるっていう可能性がかなりあるから、それは絶対避けないと。まあ上り坂でよほどのことはあんまりないとは思うけど、そこまでのパワーがないから、ただミス、コントロールミスをすると危なくなってくる。ある程度本当にパワーが落ちすぎちゃったらこれをギアを下げて回転数を戻していくだけですけど、まだこのぐらいの差があったら全然大丈夫なんです。もう一段階差がきついのと、その差が長く続いた時には本当に速度が全然落ちていっちゃうから、そういう時も本当にあれだったらどっかへ止まって車両をほとんど登らせた後にゆっくり登っていけばいいかなと。ディーゼル車の方はそれが違って粘り強く登ってってくれるけど、ガソリン車はちょっとパワー不足になっちゃう。下り坂の方が本当に危ないから、今カーブ打ちやギア下げて今は加えて、でも下り坂の時は自分のイメージはこうレーンがあってそこに落としていくっていう感じになってるから、でレーンがきつくなったら速度を落としてもうブレーキとエンジンブレーキをコントロールしてそのレーンを乗って落としていくっていう、車両を落としていくっていう感覚で運転していくから、今は。で本当に今度は左カーブで反対車線に飛び出るってことの確率がかなり上がってくるから、ブレーキでコントロールしながら絶対にその走ってる自分のレーンから車線からはみ出たようにコントロールしながら、本当にスピードのコントロールとこのカーブ付近での遠心力を自分でコントロールしていかないと、これでもう対向車線にはみ出ればもう相手の人に本当に迷惑かけちゃうから、この道に走ってるレーンを乗っかりつつ車両を落としていくっていうイメージで、だアクセルなんてほとんど使うことはなくブレーキとエンジンブレーキで車体が重いからこう振られるのをギリギリ抑えつつ落としていくっていう、上り坂よりも本当下り坂の方が本当に危ない。今日の雨みたいになればもっと
危なくなるから。でこれでもう平地になってきたから、あとはアクセルをコントロールしながら、あと前の車両との車間距離をかなり上げるんですよ。でもう信号があったら信号も早めに確認したり、右のミラー、左のミラー、バックのカメラ、定期的にもうずっとこう確認しながら、でもう前が詰まってきてたらもうどん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 スピードを抑えていっちゃう。でこういう時本当にバイクが勢いよく抜いていく可能性もあるから、もう車間距離は本当に常に2台から3台分普通にいつも乗ってるよりも余計に取っちゃってる。スリップで本当に止まれなかったり、あーっていう時に本当止まれなくなっちゃうから、もう今だから後ろの車両がどのぐらいの距離を保って自分の後ろにいるかも見ながら急ブレーキして突っ込まれる可能性もあったりする。自分の車両が速く速度が速くて後ろの人もぴったりくっついてれば止まった時にぶつけられる可能性だって絶対あるから、だからもう自分である程度車間距離と後ろの人の車間距離をもうある程度保っちゃう。でもう止まる時には右ミラー、左ミラー、バックカメラ、本当に面倒くさいけど想像以上よりもしっかり確認を常にしながら運転しておかないと、普通乗用車だったらまだもうちょっと急に止まろうと思ってブレーキすれば急に止まるけど、この車は本当止まらないよね。じゃあこれでもう平地になったからそこら辺でちょっと止まったら練習してみようかな。本当にこのぐらい取っちゃっていいから全然、で後ろが詰まったら詰まったらもうある程度詰まらせてもしょうがないから、セブンで、よし。